はい、それでは始めていきましょう。トラ吉チャンネル、今日はマリオカートツアーやっていきたいと思います。さあ、今回はですね、まず前回まで行われておりましたクッパジュニアカップ、こちらの結果発表の方を見ていきたいと思います。いや、僕自身もね、正直何位になってるかわからないところですので、緊張感あるんですけども、行きましょう。いや、マジ頼む。5位ということで、ギリギリリーグ、なんていうの、リーグキープ圏内というところになりました。今回は解説があります。いきましょう。なんとかルビーもらえる圏内には入りましたね。はい、フレンドの皆さん、ありがとうございます。さあ、最終結果なんですけども、こちら、ギリ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 ですね、72,29 というところになりました。ではね、3コースの結果見ていきましょう。こちらになります。はい、ですね、今回はですね、動画作らせてもらった段階からかなり結果伸ばしておりまして、それぞれね、まあ、順番にお話ししていこうかなというふうに思います。で、まずはですね、最初に動画外で記録出したバニラレイクですね。バニラレイク、奇跡のですね、コインフィーバー2回っていうのが動画でね、皆さんお見せしたと思うんですけども、また同じようにね、コインフィーバー2回を引きまして、こんな点数が出ました。ドン、まあ、点数はね、今も出てたと思うんですけども、はい、23,697点と、こんな風に出すことができました。特にね、レベルアップしたりとかしたわけじゃないので、本当走りが良くてですね、2000点以上更新というところになりました。画面戻りましょう。そしてですね、動画外でこちら、ドン、はい、ワルイージュピンボールも3万点まで乗せることができました。すごいですね、コインの枚数111枚、すごいですね。いや、これもね、本当にいい記録が出せて、環境は変化してないんですけども、まあ、さらにいい走りができたというところになりました。でね、その後気がついたらこんな順位でした。ドン、6位。これね、ワルイージピンボールの3万点を出した時点でこの6位だったんですね。困るなと。僕確かね、ワルイージピンボールの、なんていうの、動画出した段階ではね、リーグ内2位だったと思うんですよね。それでもどんどん抜かれて、みんな粘っちゃうから、7位まで落ちておりましてですね、これはまずいということで、ワルイージピンボール、1200点かな、更新して、こんな感じになりました。で、本当にね、本当に嫌だったんですけど、こちらご覧ください。ドン、はい、ということでね、レインボーロード2ですね、見ていただいたら分かるかもしれませんが、僕ね、動画の段階では全てのキャラね、全てのまあ何ですか、全てレベル1で臨んでいたんですけども、番傘をね、レベル3まで強化しました。いや、これ本当に嫌だった。今回はね、強化せずにポイント温存したまま昇格もしくはキープしたかったんですけども、番傘を、ね、レベル3にしたことで 16,519 点までレインボーロード2持っていくことができました。もうここでジエンドですね。ここで力尽きました。ということで、今回の最終結果がリーグ内5位というところになりました。いや、みんな強かった。うん、またリーグ53で停滞というところになりますんでね、今週も頑張ってやっていきたいと思います。引き続き動画ご覧ください。はい、ではまずお知らせ画面にやってきました、オールカップランキング結果発表、そして後半戦スタートというところと同時に、今回のガチャ情報がやってきました。ニューイヤー記念ウルトラレアの出現率が 12%、 9体のマリオがピックアップ、こちらやってきました。見ていきましょう。これはね、なかなか熱いんじゃないですか。はい、こちら主人公補正かかりまくりのマリオさんたちでございます。まあ、もちろん皆さんそれぞれ持ってるマリオもいると思いますけども、なんだかんだ言ってマリオピックアップ多いですから、揃ってない方はここで狙ってみてもいいかもしれません。12枚、今回はね、100分の12ウルトラレアが来る仕様になっておりまして、先ほどのピックアップのマリオたちがまあ9枚来るようになってると。9枚ですけど、必ずこの9体が順番に出るわけじゃないですから、あれですが、そしてウルトラレア、キャラ、マシン、グライダーと各1枚ずつも入っていて、合計ウルトラ12枚というところで、結構確率も高いので、まあ、無料度感引いてみてから、皆さんこちらチャレンジしてもいいかもしれません。僕もやろっかな。これはちょっとやる気になっちゃってます。はい、続きまして、今回のリーグショップ見に来ました。リーグショップ、これファンタジアかな。ちょっと僕マックスにしちゃってるんで見れないんですけど、はい、キャラがワリオですね。まあ、ワリオなんだかんでて使える機会もあると思いますし、今回3000で買えるんでね、ぜひ買ってみてください。そして雨雲バルーンかな、黙々バルーンだった。うん、これもあると嬉しいですよね。レベルアップぜひ皆さんしてみてください。さあ、では大逆転レースということで、一発クリアでしょう。頼むぞ。オッケー、これでね、オールクリア度感も引くことができます。これほんと2週間の中の楽しみ。
さあ来た、オールカップクリアおめでとう。はい、今回よく使ったキャラたちですね。いや本当に今回は走り込んだからね、頑張った頑張った。バナナを当てた回数274回、一番走ったコース悪い字ピンボール。そうですか。1レースの最高スコア3万点、まあそうですね。プレイ時間 8.9 時間、うーん、よくやった。1日1時間以上。最大コンボ数145、一番走ったキャラで1位になった回数袴マリオ。なるほど、まあ面白い今回はピックアップの仕方でしたね。というこ、おお、みんな並んでかっこいい。さあオールクリア土管引きましょう。まあもう何出てほしいとかないですけどね。新しいキャラ、キャラが全然いないんだよな。ほい、おトロピカルカイト、悪くないですね。レベル3まで行きました。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。おお、得意なコース増えた。はい、続きましてこちら期待の土管ですね。ニューイヤー土管2、マリオくんたちのね、9名のマリオが揃っているこちらの土管、確率 12% なんでね、なんとか無料土管で金土管を引き当てたいところ、お願いします。うーん、最近無料土管マジで出ない。大逆転、おー、レアは嬉しい、ありがとうございます。はい、もう一回いきましょう。今度こそ 12% だぞ、頼む。あー、大逆転、ほっ、わお。はい、では本日のメインイベントですね、行きましょう。今回のリーグ対象は骨クッパカップとなっております。僕はリーグ53に停滞しておりますけども、こちら3コース下見をしていきましょう。まずは1コース目、カラカラ砂漠 X ですね。今回は結構ね、皆さんもね、もうやっておられる方もいると思いますけど、ノーマルがね最適性にいるんですよね、結構ね。なのでここもロイがいて、レアが3枚ね、ブーメランブロスと、ワリオと、なんだこれ、ピンク兵法が来ております。であとはウルトラレアが、4枚ピックアップされておりまして、さすが骨クッパカップということで、骨クッパ僕自身はピックアップされてるので、これ使っていきたいと思います。骨クッパ走りづらいんだけどね。さあ、そしてマシーンでございますが、マシーンはウルトラレアが4枚、ちょっとこれは入れないでおきますね。これは入れないでおきます。これって言われてもわかるかな。これ、はい。レッドキャビンは入れないでおきます。そして、レアが3、2枚。うん。そして、ノーマルが2つピックアップ。ノーマル2つ珍しいですね。青パタテンテン、スリップストリームプラス。そして、こちら、クッパシップ。これがミニターボプラス。まあ、ミニターボプラスの方がいいですね。最終的にはレベル6に強化していきたいと思いますが、下見なのでこのままいきます。さあ、そして、グライダーですね。グライダーですが、これね、雨雲バルーン、黙々バルーンだった。雨雲バルーンは黒いやつだ。黙々バルーンが今回ね、リーグショップの方で来ておりますので、持っていない方はぜひね、購入していただくといいかと思いますが、なんといっても、ウルトラレア5枚と、ノーマルもピックアップされておりますので、このパックンパラフォイル、こちらでね、十分、強化できる方はですね、なんだっけ、黙々バルーンのレベル1を持ってるより、このノーマルの、パックンパラフォイルを強化した方がね、ポイントブーストにつながりますので、その辺は皆さんそれぞれの環境でやってみてください。とりあえずこちら黙々バルーン使っていこうかなと今のところ思っております。ではこんな環境で、うわー楽しそう、カラカラ砂漠 X やっていきましょう。はい、ではカラカラ砂漠 X やっていきましょう。カラカラ砂漠の X はフルコンできるんじゃねえか、頑張ればと思ってますけど、どうでしょう。カラカラ砂漠って2もあるじゃないですか、皆さん。おお、すごいの来た。カラカラ砂漠2、なんだっけ、線路の中走るやつね。あれ結構ね、線路の中コンボつながりにくいじゃないですか。でもこれはいいですよね。このコースは結構コンボつながると思う。あ、いかん。危ない。途切れた、楽しくねまあ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 、下見ですからね。それほど完璧なレースをする必要はないと思いますけども、なんか逃してんな、ひどいレースだ。もうサンダー来たら終わりですからね、特に上位にいるときはね。よし、よいしょ。あの門松もポイントになるのかな。アクションが多い。でもね、本当にね、骨クッパってね、あそこでもよく使うんですよね。兵法カーニバルか。あれ、なんかついてた、あれ。よいしょ。兵法カーニバルでもよく使うんですけどね、なんかミニターボ出しづらい気がするんですよね、僕、骨クッパって。気のせいでしょうか。よいしょ。おー、今いる？このフィーバーって感じですけどもね、さすがレベル6なんで、フィーバーは数きますね。よいしょ。ほいほいほい。ほいほい。
よいしょ、前。よいしょ。みんなに当たってってね。もうダメだ。よいしょ。よいしょ。5位、5位、まあ、こんな感じでスタートしていきたいと思います。対してレースの解説もできずにですね、ただただ一人で焦って走ってたレースになってしまいましたけども、すいません。さてこちらのコースですが、星5のボーダーが9000点というところになっておりますので、まずはその2倍の値ですね、1万8000点ぐらいを目指していただけると超高得点の部類に入ってくるかなと、各リーグでね上位狙っていく点数になるかなというふうに思いますので、まあ、僕の観点ですけどね、そこからまず目指していただけるといいかなというふうに思います。なんとか記録更新してますね、下見の記録をね。 OK です。はい、では2コース目 RMX レインボーロード 2X やっていきましょう。このコースが大変なんですよね、僕自身はね、皆さんもだと思いますが、まあつまりこの最適性でマリオが3ついますんで、サンシャインマリオかなこれは、そしてハロウィンマリオ、そして今回これ違いますね、スーパーファミコンマリオ、これ欲しいですよね、なんとなく、なんとロマン的に欲しい。そしてこれはなんだ、ベビーピーチエンジェルバージョンがピックアップされておりますね。今回のガチャで引くのが一番おすすめかなというふうに思います。僕自身は、まあ、今のところいないので、準適性って言っていいのかな、ポーリーンパーティーバージョンのコインボックスに頼っていこうかなと思ってます。さあマシーンも同じくウルトラ6枚のみがピックアップされておりまして、僕はちょっと持っていないので今回大変だ、かなり不憫でございますが、こちらどうしよっかな、ミニターボプラスよりもダッシュプレートプラスにしよっかな今回はね、スキル的には。さあそしてグライダーも、最適性ウルトラ6枚のみと、で僕はどれも持ってないので今回は本当に困ったもんですよ、大変大変。まあ強化も兼ねてこちら使っていこうかな、プレゼントボックス、コインスペシャルスキルがコインなんでね。ということでなんとまさかの最適性一つもないというね、今回レインボーロード 2X になっております。なんとかなるか。はい、では RMX レインボーロード 2X いきましょう。コース名が長いですね。まあね、走りやすいコースにはなってると思います、皆さんそれぞれね。問題は僕自身は最適性じゃないので、それがどれくらい影響するかですね、走っていく中で。せめてね、まあグライダーだけでもね、まあキャラはいないのはしょうがないじゃないですか。せめてねグライダーだけでも最適性、ここねなんかコインたまらないんですよ、あそこ思いません皆さん、使ってる方、あの上り、うわ困る、あの上り坂のところね、コインボックスのコインがたまらないんですよね。よいしょ、うわあそこ、ここね不意にパックに食われます、内回りすると。皆さん気をつけてください、パックンは見えないんだけどいつの間にか食べられてます。今もいけるかな、隙ついたかなと思ってパックンフラワー乗って思っていってるんですけど全然ダメでしたね。バナナ持ちだから当てれないな、横つけダメだった、あミニターボ出し損ねた、コインボックスまたか、ここの上り坂コインボックスが通用しません、この下りもいつ出すんだって感じですね。そうするとよいしょよいしょ、さあ1位になれるかな、いやーほんとね最適性がいないと結構苦しいですね。おそこでもコインボックス、最適性がいないなりに悪くない引きでしたね。そして1位と、おーいおーい、なんでやねん、どういう抜かれ方なのかなこれは、今のは何、あの空中のどうすることもできないところでまくられてるって何か操作悪いのかな、まあいいや。いやー結構いいレースできたかなと思ったんですけども、うわ大変ですねこのコース、最適性ないと自分の環境が整ってないのがよくわかりますね。何せ星5のボーダーが1万1900点ですから、えすごいね、2万3800点出せと、まあ、僕の評価基準でいくと、それはさすがに出ないでしょ、出るのかな環境整ったら、ちょっと分かりませんけども、ちょっと想像できないぐらい離れてるんでね、僕はこんな感じなので今回このコースの動画を出したくありません、全くめっちゃ不安。はい、では3コース目マリオサーキット2やっていきましょう。これはもう老舗コースなんでね、皆さんそれなりに環境整ってる方もおられると思いますけども、まずは、キャラの最適性ですね。マリオいっぱいいる、マリオみんな右手上げてる、あ違う一人、あでもやっぱ右手が上がってる。ウルトラレアが6枚
とレアが1枚こちらですね、キノピオピットクル、いつも間違える。キノピオ僕好きなんですよね、このブーメランフラワーがね。コメントでもくださった方いましたけど、ブーメランフラワーっていいですよねって言いながら、僕はせっかく袴マリオがいるので袴マリオでいきたいと思っております。レベル5まで来てますからね。さあマシンですが、ウルトラレアが3枚とレアが4枚ピックアップされているというところになっております。最近 H2O がたくさんピックアップされておりますね。そしてこちらのファンタジア、今回ねリーグショップで購入できますので、ぜひ使ってみてください。 H2O でいきます。さあグライダーですね。グライダーなんと今回嬉しいことに紙飛行機ノーマルがピックアップされておりますので、がウルトラレアが 1,2,3,4,5,6 枚ピックアップとプラスこのノーマルの紙飛行機というところですから、まあ紙飛行機を強化するパターンで今回これはいこうかなというふうに思ってます。じゃあそれ使っていこうかな。ではこの環境で、マリオサーキットに行きましょう。はい、ではマリオサーキットに行きましょう。まあ僕自身はね、ここでも袴マリオがピックアップされていることを見据えてね、今回袴マリオレベル5まで持っていったというところがあるんで、ぜひここでもね、生かさない手はないわけですよ。これを生かすし、うわぁ、怖い。やめて。怖い。あ、でもあいつ後ろにすると暗いそうな気がする。なんかすごい判断ミスな気がする。来る、後ろから。来た、危ねえ。うわ、案外このコース全然コンボ続かねえな。オートドリフト泣かせだ。来た。あ、タイミング悪かった。飛んじゃってる。うん、ちょっとこれはコインボックスを出すタイミングは考えないといけないですね。さあ、そこはコインを取ればなんとか持つね。よし、次。はい、もう一回。出ない、後ろ。ダメだ。ここ結構きついっすね。うわー、本当に、うわー、これはもうしょうがないんだけど、結構オートドリフト泣かせなコースだなー。このコースは困ったなー。よいしょ、あー、前に立てるかなと思って強引に切り込んでしまった。これは大変だー。ダメだー。うわー、あんまり袴マリオの優位性を生かせれてない。コースも短いし、また走り込むときにその辺はね考えてやっていこうかなというふうに思います。はい、このコース星5のボーダーは5500点ですので、その2倍1万1000点ぐらいからまず狙ってみましょうというところなんですが、今回はね環境も整ってる方が多いと思いますので、そこにとどまらずにどんどんねさらなる高得点を狙っていただいた方がいいかなというふうに思います。はい、ではトップ画面に戻ってまいりました。今回骨クッパカップこんなねラインナップになっております。下見してみたんですけどね、全くリーグ内順位が上がらなくて、まあまだ見るのはやめるんですけど、とりあえずね今回はエクストリーム系のコースも2つ来ておりますので、点数出しやすい環境になっていると思いますので、ぜひ狙ってやっていきましょう。今日の動画の内容良かったよって方はですね、高評価チャンネル登録の方ぜひよろしくお願いします。では次回はですねガチャ動画にしようかなと久々のいうふうに思っておりますので、ぜひそちらの方も楽しみにしていてください。今日は以上です。失礼します。